株式会社ジパング SS は大阪府に拠点を置く貸切バス専業のバス事業者である。この項目では同社の前身である中央観光バス及び中央観光バスより事業を引き継いだ JJ 交通ジパング JJ を継承したジパングについても記述する。中央観光バス時代にはバスを旅の主役として位置づけ豪華な貸切車を多く保有していたことで有名。 また、ジパングブランドは、以後同社の代名詞ともなっており、現在の社名にも使用されている。豪華貸し切り車ばかりがラインアップされ、観光バス業界の風雲児と言われた。また、同じ大阪府に本拠を持つ、貸切専業バス事業者の中央交通に対抗して、輸入商社として、バルシス s b 商事を設立、ネオプランをはじめとして、マインや、ボーバなどの輸入代理店となっていた。 特にネオプランは中央交通との間で激しい挑戦が繰り広げられたという三菱不走のエアロキングの開発に参加し特に第3軸目の構造においての技術指導が行われたしかし団体旅行の激減会員募集旅行の増加という観光バス市場の変化についていくことはできず2001年8月8日事業停止により 従業員全員が解雇されることになった。同社の倒産から再生までの道のりを描いた、倒産から奇跡の復活劇によると、倒産後の混乱期、相次ぐ予約のキャンセル、旧中央観光バス再建者から罵声を浴びせられる、連合系の組合員から退職金の担保として、車両の半分近くを引き上げられる、トーク難が続いたという。それでも、 全同連携組合長は雇用を守ると組合員ドライバーが営業マンとしても活躍し最終的に組合長が社長に就任することで再建の道筋をつけた担保となっていた車両もトップ階段で雇用と退職金は保証すると約束して取り戻したその後中央観光バス労働組合では JJ 交通株式会社を設立退職金再建として 保全措置を講じていた車両28台とジパングの商標を白物弁済として譲り受け事業を引き継いだ。2002年にはジパング JJ、その後2005年頃にジパング JJ の事業を引き継ぐ形でジパングが設立。2015年にジパング SS が事業を引き継ぎ現在に至っている。一般貸し切り事業のほか宿泊先手配 JR 乗車券及び 航空券の取り扱いも行っている。一時期ウィラートラベル主催の都市間、ツアーバスの受託運行を行っていた時期があり、2012年現在でも、受託するツアーバスは不明であるものの国土交通省作成の高速ツアーバス運行事業者リストに名を連ねている。また、2013年現在では、日本水陸観光が大阪市内で運行する水陸両用バス、 レジェンド霊法の陸上区間の委託運行を行っている。ジッパング以降後、千葉県の貸切バス事業者平和交通有限会社の元社員を中心に、千葉県成田市に関東営業所を開設していたが、2008年に撤退した模様である。当初からバスを旅の主役として位置づけ、豪華な貸切車を多く保有していた。屋根状の装飾として、 ハトバスが導入していたスーパーバスの特徴でもあったミサイルのようなエアコンダクトを模したバスロケットを設けた車両もあった。内装についてもスタンダード車であってもシャンデリアを装備するなど豪華さを強調する仕様となっていた。中央観光独自の仕様として車体サイズや外装装備品の特注設計に終わらず車体そのものを基本から設計させたりしていた。同社のバスは ジパングブランド以降は星5つがスタンダード、星7つがハイグレード車として区別されていた。1979年には中央交通に少し遅れてネオプラン車を導入。N122、サンスカイライナーが豪華サロンバス、エンパイアステートサルーンとして、1982年までに合計26台導入され、N116、サンシテライナーも、 初期型の三軸車体が同時期に少数導入された。1982年後期導入のスカイライナー6台は、モデルチェンジにより、N122J3 となり、前面のホリゾンタルピラーが細くなるようにデザインが一新され、フロント側のサイドシルエットが区の字のような状態となり、フロントスクリーンの傾斜がきつくなった。その後も1983年に、 オリエントエクスプレスとして、N122J3 が9台導入された後も、N326J3 スカイライナーや n 1 1 6ニシティライナー、n 1 1 7ニスペースライナーが大量に導入された。これ以外にも、満車や某場車など多くの輸入車を導入した。中央観光バス株式会社が倒産した後、これらの豪華貸し切り車は、 大半が売却されており、残った車両も通常のスタンダード仕様に改装された上で運用されていた。ジパング JJ 時代に台湾経由でスカニアを導入しようとする動きもあり、現地にスタッフを派遣して車両を買い付けて日本に輸入しようとしたが、仲介をする商社との接衝中に諸般の事情により中断となった。なお中央観光バス時代から同社から払い出しされたバスは、 今でもある程度の台数が存在しているが、ジパング JJ 以降は、ジパングの車体ロゴやエンブレムの撤去が、ごく一部の限られた車両を除いて撤去することが、義務付けられており、特に直接購入した車体の場合は、ジパングとの売買契約書の内容の確認が重要である。ちなみに、JJ からジパングへは、経営上渡であるので、JJ 時代に交わされた。 売買契約書はジパングになった現在でも有効である。特に、ハレー以降の払い出し車両に関しては、車体ロゴやエンブレムの装着をジパングから譲渡した人間に限り認めていることが、ほとんどであるため、個人売買によって、ロゴやエンブレムの装着された車体を手にした場合は、その都度ジパングへの確認と契約が必要である。 また塗装変更を行われた車体を手に入れて、元のカラーリングに戻しロゴを入れたりエンブレムの再装着をすることは認めていない。以下に、主な車両の概要を記す。ジパングオリエントエクスプレスジパングエレガントエクスプレスエバーグロスツアーズ契約者エバーグロスツアーズ契約者日産ディーゼルスペースウィングエワフー特別車エンパイアステートサルーン ニューエンパイアステートサルーンエンパイアサルーン VIP サルーンオリエントエクスプレス VIP オリエントエクスプレスオリエントエクスプレスグランドサルーンニューマンシルバースタージパングハレーエクスプレスジパングヘリコンジパングボーバージパングインテグラジパングマグナムジパングオリエントエクスプレス VIP ジパングオリエントエクスプレス VIP ボルボアステローペジパングプレステージジパングエトランゼジパングルグラン ジパングプライオリティジパングトルネードジパングミディアム、ジパングダイムラー、ジパングオリエントエクスプレスイスズ、スーパークルーザージパング D、ミニレジェンドレーフォー号。ありがとうございます。